ゲストの満足にとことんこだわる男。入社から今日まで圧倒的なゲストの満足を生み出し、2016年6月に開催されたライズアップアワードではベストトラスト部門で2位を受賞。スタッフからの信頼も厚く、入社1年半という期間でコーチングトレーナーとなった男。コーチングトレーナー羽尾則夫。若いスタッフが多いライズアップに39歳トレーナー未経験で入社した羽尾。誰よりも謙虚に、誰よりも貪欲に成長を求め続けた結果、ゲストやスタッフからの信頼は誰よりも厚い。一番ゲスト目線の方で、ご年齢は高いんですけれども、一番向上心があって、正しい選択を常にできる男ですね。ゲスト目線の行動を徹底し、安定して成果を出し続けることは口で言うほど簡単なことではない。なぜ羽尾は成果を出し続けることができるのか。ザ・ゴールスター。今回は羽尾が常に高い成果を出し続ける秘訣に迫る。ライズアップ本厚木店、そこに店舗ミーティングに参加する羽尾の姿があった。いつでもゲスト様に、いや私はここまでゲスト様と一緒にやっていきたいんだっていう思いをさっと伝えられるような準備っていうのが必要なのかなっていうふうに感じました。羽尾が店舗のスタッフに対して熱意を持って伝えることは細部にまで及ぶ。時間の意識、清掃、丁寧な挨拶、ゲストへの声かけ、敬重の姿勢。そんな羽尾の取り組みに対して本厚木店のスタッフは語る。オープン作業で結構その人があまり目に行かない、例えば鏡の下の方の汚れとかもすごいやってくれて、みんなが気づかないようなところに本当に目が行く人。ゲスト目線に立ち、ゲストがどんなことをしてもらえたら嬉しいのかを本気で考えたゆえに起こる行動。トレーナー時代にはゲストへの不手際が起こらないようにと常に入念な確認を怠らなかった。すごい心配しますね。ずっとあのゲスト様のブッキングだけはもう恐怖心を抱きながら、あの予約をこう毎日何回もチェックしてブッキングがないかとか。そんな羽尾のゲストと向き合う姿勢は、ゲストの期待を上回る満足、圧倒的な信頼に結びつく。その結果、ゲストにとって一番大切な存在である家族の紹介につながる。お嬢様、ご主人様、トレーナーやっててよかったなと思うんですよね。なぜ羽尾はそこまでゲストの満足にこだわることができるのか。彼がそこに至るのにはあるきっかけがあった。2度目の転職にて大手携帯電話の販売会社の仕事に就いた時、羽尾は店舗でクレーム対応の仕事を任された。多くの社員がなんでクレーム対応をやらなければいけないのかと思う中、羽尾はこれも自分の成長のチャンスだと思って取り組んだ。その場では多分やりたくないことなんですよね。誰かに押し付けたりとか思ったりっていうのも当然あるんですけど、結構学びが多いんで、その当時感じたストレスに似合う学びがあるんで、そう思うと、まあ、いい機会いただいたなっていう。そしてお客様のたくさんの声を聞く中で、羽尾はあることに気づいた。まあ、すごい基本ですけど、お名前が呼べないとかで大きなご指摘になっちゃうってこともあるんですよね。もったいないなと思うこともいっぱい感じましたね。ちょこっとここができてなかったことで、こんなにお客様がっかりしちゃうんだとか。そんなたった些細なことでクレームになってしまい、お客様が離れていくなんてもったいない。それと同時に羽尾はもう一つの重大なことに気がついた。
お客様が感動して喜んでくれることもまた些細なことだ。ちょっと所用があって、まあ、そのお手続き中に席を外されて、数時間後に戻って来られた時に、お帰りなさいませってお声をおかけできただけですごい感動していただけるとか、よく考えてみると大したことじゃないし、普通にやりたいことなんですけど、そういったことが結構お客様にとっては重要なことなんだな。クレームをもらうことも些細なことであるならば、お客様が喜んでまた来るねと言ってくれることも些細なことである。たったこの些細なことをするだけでお客様がこんなに喜んでくれるのならば、それをやらないなんてもったいない。より深くお客様を満足させる活躍の場を求めてライザップの門を叩いた羽男は、一貫して一つのことを自分に課した。一つでも多くのもったいないを埋めること。お客様の名前を覚えることは新人でもできる。最後までお見送りすることもできる。お客様の知りたいことが即答できなくても調べて返すことはできる。そしてゲストだけではなく自分の成長に対してももったいないを埋めるべく積極的に動いた。相談しますし、相談もされますし、やっぱりいろんな知恵とか全く見てないトレーナーにアドバイスを受けると、こんなのどうなのって言われて、あ、そうなんだっていうヒントは結構得られるので、常にもったいないを埋めるべく行動した羽男、結果として安定した成果が生まれていた。そして入社から1年半、安定した成果を出し続ける羽男にコーチングトレーナーにならないかと声がかかる。当時羽男を面談した和田は語る。この接遇であるとか、やはりその表情の作り方、喋り方がものすごくやっぱ丁寧で素晴らしかったんですよね。で、まあそこを見たところでやっぱり間違いなくゲストに対して、まあ、すごく寄り添っているんだろうなっていうのを感じたので。それでも羽男は傲慢になることはない。傲慢になって成長を止めるなんてもったいないからだ。現在はコーチングトレーナーとなり、スタッフを育てていく立場となった羽男。スタッフ一人一人との面談やミーティングの機会を通じてゲストを満足させるために大切なことを伝え続けている。セッションを通じてご満足いただきたいじゃないですか、お客様に。それにはやっぱり来ていただかないとご満足させられないってことで、もったいないなって思うんですよ。来れる人が来れないとか、まあ、根本そこがないといろんなご提案もできないですし、ゲストが思い描いてる以上の理想にも引っ張っていけないと思うので。ゲストに直接的に関わる機会が減った羽男だが、たとえ立場が変わってもゲストの満足を追求する姿勢が変わることはない。全てのトレーナー、私も含めてですけど、しっかりこうお客様目線で、まあ、仕事にミッションに取り組めるようなこうマインドを醸成したい。自分だけではなくライザップの中にあるもったいないを一つでも多く埋める。ゲストと同じ目線で向き合うスタッフを一人でも多く生み出すため、ライザップとの出会いにより変われる人たちが世の中にはまだまだたくさんいる。出会わずに生きるなんてもったいない。一人でも多くの人がライザップと出会うことを目指して、羽男の挑戦はこれからも続く。人知った瞬間